どうも、こんばんは、アイナムです。今回は、東京グールにインボーク、占領戦が終わりまして、今回の占領戦、10何回だろう、6回か7回だと思うんですが、勝利したのは、人間側ということでね、人間側の皆さん、お疲れ様でした。というわけで、例のごとく、チケットガシャの方を引いていこうかと思います。SSR 確定のプレイアブルキャラクターが8枚と、待って、ガシャ、SR も5枚あるね。で、ガシャ地形が100枚。まあ、スペシャルはいいとして。で、SSR の派遣ですね。確定が5枚と、派遣が60枚。普通のやつですね。あります。じゃあちょっと、SR 確定から引いていくか。これあんまね、SSR が出ないからさ。出ないよね、SR って。だから、まあ、RC ポイントの肥やししか使ってないと思うんだけども。まあちょっとね、今寝起きなんでそれほどテンション高くはできないんだけど、うわ眠っ。ちょ、寝起きに動画撮るのダメだな。ちょ、全く舌が回んないし頭も回んないわ。あのさ、どんどんこう逃走とか追加されてさ、やること増えていってんだけど、手が回らなくなっちゃってるんだよね。特に逃走、スタミナ全部消費しないまま終わっちゃって、この前10ぐらい残っちゃって、で俺ギリギリまでできない人だ、宿題とか夏休みの宿題とかギリギリまでできないから、ね、8月の29とか30とかそれぐらいから始めて、で結局もう嫌なもん持っていくとか、友達に移して終わるみたいな、みんなで分担して、そんななんだけど、計画的にやっていかなきゃいけない。逃走は特にどうしても時間がかかっちゃうからやべえ、 SSR が出ねえ。でこれもうそろそろ SSR 出ても欲しいやつは、まあミザとかナキとか RE のキャラクターの熟練度を上げたいけど、あ、本当に SSR 出ないわ。ちょっと今回やばいかもしれねえわ。ボックスが多分溢れるだろうな。まあ無料だし、RC ポイントもがっつりもらえるからいいんだけどさ。ここまで出ないとあれだよね。OK、来た。来たぞ。2枚あるわ。ああ、アキラか。ごめん、昨日打ったわ。まあ、アヤト、このプレミアムのアヤトに関しては、あれなんだよね。もう熟練で 100% になってるから、使ってないんだけどね。いつか使いたいんだけど。おっと、一回ボックス整理するか。RC ポイントが溜まりすぎてさ、本当に。すごい溜まんのよ。そろそろ欲しいよね、促進剤の上限解放みたいな、あの月で買えるやつね。じゃあ派遣だね。派遣のこっち引いていこう。まあ派遣も欲しいやつって言ったらね、もうそんなないかなっていうか、もうこっちの派遣キャラより、まああんま何が出るか把握してないんだけど、こっちの派遣キャラよりかはピエロコインで交換。あ、やべえ、おい、何単発引いてんだ、草場ちょっと待って、笑った今単発で草場がポンって笑った。お、 SSRあのピエロコインで交換できる方をちょっとね、頑張って回収していきたい。ただピエロ周回なかなかね難しい。あれどうなんだろうね、石三国大ってさ、あのスタミナ使い放題にして、あれどれぐらいダメージ出したら SSR な SSR ちゃうわ、 S ランクの判定になるのか分かんないけど、
まあオートでもいけんじゃんあれ。でもオートでやったら時間足んねえから手でやるんだけど、そのジャストミートのところで止めたいよね。あ、もうこのダメージ出したから S ランク、ここからターンエンドでーすみたいな。それ最短ルートをたどりたいな。ちょっとあのピエロのさ、駆逐の2000万ぐらい、2000万だっけな、なんかそれぐらいで S ランクになったような気もするんだけど、奥は出さなくて大丈夫なんだよな。そこのさ、あのどこからが A ランクでどこからが S ランクなのかっていうこの境目を知ってる人がいたら、その大あの目安のラインを教えてほしいんだけど、まあ、石3個砕いてやるんだったらそこら辺のダメージバーッともう1ターン目か2ターン目までいって、あとはターンエンドしたいよね。攻撃力アップ2倍のさ、あのあれを使ってね、するとだいぶ早いじゃん。アリマ、ササコ、ササコもすげえ出るんだよな、毎回毎回。今日2枚目だね、これ。ヒラコ。ヒラコは申し訳ないけど、売ってたな。まあ、ただよ。さあ、ラスト。そろそろラインナップ更新されてもいいんじゃないか？これ、いつだっけ、ラインナップ更新されたの？年末とかじゃない？じゃあ、プレイアブルキャラの方ですね。これが結局一番楽しみだわ。ここの、プレイアブルキャラのやつが。岩っちょ出てきそうで怖えな。シャチか。いいじゃん、 RE のアヤトじゃん。そうそう、これもね熟練で 100% してないから、あとちょっとだと思うんだよな。あと1枚か2枚ぐらいでなると思うんで。ああ、そうか、こいつも入ってるのか。ミザ、ナキ、 RE のこのアヤトあたりかな、欲しいっつったら。もう他は あとカナエとかも入ってんのかな、結局のところ。もう鋳造は熟練で 100% になったからね。うお、出た、初期カネキ。うわ、出た、この錦懐かしいな、この錦さ。これもすげえリニューアル前は猛威を振るってたけど、俺もずっと愛用してたんだけどね。ラストじゃなくてよかったわ。これラストだったらマジで毎回毎回狙ってきてんのかなと思うけど毎回毎回お前狙ってラストに出てきてんのかなと思うけどさ、まあラストはお前じゃないことを。さあグール誰だろう、アヤトかな。初期カネキか。これね、多分この1枚で熟練で 100% になったと思うんだよねずっと打ってたから重なっても、多分これで熟練で 100% になったら。はい、ということでちょっと寝起きだったんだけど、許してくれ。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。